我孫子に生まれ育ち、9歳からゴルフを始めた大西葵プロ。プロゴルファーになって7年目のシーズンがいよいよスタートします。あのお父さんに練習場に連れてってもらって、そこで、はい、始めました。なんだろ、やっぱり今調子の振り幅が大きいんですけど、まあ、でも乗りに乗ったら多分爆発力があると思うので、まあ、そこの勢いを見てほしいですね。この日は大西葵プロのファンクラブ主催のコンペでした。やっぱりバイタリティじゃないですか、はい、これからどんどん期待できる選手だと思ってるんで、やっぱりずっと応援していきたいと思ってます。ドライバーも飛ばしますし、そういうところが結構魅力ありますね。すごく可愛くてですね、あの気さくな方なんで、これからも応援したいと思ってます。なんかやっぱり思い切りの良さ、キレがいいショット、今年は行ってくれると思いますね。もうおじさんラブルですね、はい、今初めて聞いたんですけど、まあ、そう言っていただけると嬉しいですね。性格が男っぽいからですかね。中学で千葉県ジュニアゴルフ選手権優勝、高校で関東ゴルフ選手権優勝、着実にステップアップし、ゴルフ界で頭角を現します。そうですね、高校に進学するときにゴルフ部に入るならプロゴルファーになりたいなと思ってたので、そこで決めました。そんなに1回目は悔しい思いはしなかったんですけど、また練習してまあでも受かったんですけど、やっぱり楽しいだけじゃないので、やっぱり仕事になるので、受かってからが大変だったので。いや、もうあの高校生ぐらいまではあの、まあ、アドバイスというかね、ゴルフの話をよくしてたんですけど、やっぱりもう25なので、 あんま話してくれないですけど、はい、ゴルフのことは一切言いません、はい、うん、あの礼儀とかそのぐらいは言いましたけど、はい、ゴルフのことは一切言ってないつもりです。見ての通りちょっと気がちょっと強い、はっきりしていて、もう白か黒かっていうタイプなんですけども、こう妹がまあ悩んでたりストレス抱えてそうだったら、そのいいタイミングで一緒にまあちょっとご飯行ったりとか、こう近すぎると喧嘩になるし、遠すぎても喧嘩になるし、まあこういい距離感で弟と僕でこう葵の背中を押しながら、まあこう応援する立場ですね、はい。何よりもやっぱこう1年間もう試合数はそうですね、去年は39試合あったので、体を壊さないでいいパフォーマンスできてくれればいいかなとは思いますね、はい。そうです、頼りになるっていうよりは普通に仲がいいって言った方が合ってるかもしれないですね、まあ、兄弟でできたらいいなという気持ちもあったので、去年3試合4試合やってもらったんですけど、今年もやる予定です。両親が本当やっぱりゴルフ送り迎えとかが特に大変だと思うので、2人で協力してずっとやってもらってたので、本当感謝しかないですね。コンペの主催者、ファンクラブの会長さんです。我孫子市第1号の女子プロとして、まずはあの、まあ、勝利をしていただく、それから常にシードを取っていただいて、一生懸命、頑張っていただければと思います。まあ、ファンの方からもぜひその目標を達成するようにですね、いろいろと応援をしていきたいということです。目標はあんまり先のことはあんまり考えられないタイプなので、早くとりあえず1勝したいですね、はい、今活躍してるプロはやっぱりジュニアの頃にいろんな成績を残してるプロが多いんですけど、私はもう全然そんなことなくて、全然目立つ方ではなかったんですけど、やっぱ努力してプロにはなれたので、諦めないで頑張ってください。温かい家族と気さくな仲間たち、多くの人に愛される大西葵プロ。今シーズンのスタートは3月5日から沖縄で開催されるダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントです。今年は昨年以上の活躍で飛躍の年となることを期待しています。